きめき宣伝部がこちらから行く全国47都道府県握手会の旅山梨編スタート。取れましたよ。
丈夫？うん。なんか一番遅かったんだよね。一番近いで。すごい楽しそうだったよ。取れたよね。うん。取れたよ。大丈夫だよ。大丈夫？大丈夫大丈夫。じゃあ皆さんどれがどの動画がね一番良かったかをぜひコメントしてください。はい、それではどうぞ。遊具があった。あれ？誰か遊んでます。何やってるんですか？遊具で遊んでます。あれ、おいくつですか？20歳です。楽しそうですね。滑り台バスの汽車が早く乗らないと乗らないとイエー、出発進行。ガタンガタンイエーイ。鍛えられました？鍛えられましたよ、だいぶ。ジュリアン。ジュリアン。すごい大きな木ですね。ね。大きな木の下にジュリアン。なんか仲良くなれた気がして嬉しいな。もっと遊ぼうよ。え、ちょっと何見てるの？いや、なんか頑張ってたなって思って、すごいかっこいいなって思って。いや、そうだ、来週試合だよね。頑張ってね。ちょっとさ、春も練習してきたから、見てもらえない？うん、いいよ。あのバスケットゴールに絶対ゴール入れるから、そしたら春のお願い聞いてくれない？いいよ。決まったから、まるまるくんが試合でゴール決めたら春と付き合ってください。ね、なんだ、ずっと言おうと思ってたんだけど、うん、誰も言っちゃダメだからね。うん、今から鬼ごっこするから、うん、もしお前が俺から逃げられたら、うん、お前の勝ち、うん、けど俺が捕まえられたら、捕まえられたら俺に、うん、思い伝えて。何それ、絶対よ、絶対だ。3秒数えるから、3秒数える間に逃げてね。分かったよ。絶対捕まえないからね。1、2、3。こんな早く捕まえたら、はい、早く告白してよ。ひとかくんのことずっと前から好きでした。で、これ罰ゲームだから言ったんだからね。違うだろ、本当だろ。違うよ。もうひとかくん。もう。はい、今日はバンビが
ルーレットで当たったということで、バンビがね、イノトーブ昭和さんのソフトクリームをいただきたいと思います。やったー、イエーイ。いや、楽しみなんですけど、絶対美味しいよ、楽しみ。あはい、やった来ました。なんかね、匂いもいい香り。え、なんか普通のソフトクリームと違う感じ。いただきます。いただきます。うん、おいしい。え、おいしい、おいしい、おいしい。え、なんかちょっと甘い。結構他のアイスと比べたら甘い。でもなんか爽やかで、なんかちょっとおいしいですね。結構好きで、好きかも。おいしい、なんだろう、なんか甘くて、おいしい。皆さんぜひ食べてみてください。会いに来ちゃった。